について。武芸の歴史は世界の中の日本で、その昔いろいろな事柄の伝説や物語があります。日本の北方の島で名前を北海道といい、その昔は蝦夷と呼ばれた島があります。そこで神秘的な人々が生まれ、その起源となる多くの人の中で神秘的な習慣と伝統が生まれました。考察するところ、多くの人が信じる大力と呼ばれる神秘的な力が生まれ、人間生活のために大力が始まりました。武芸の言葉を使い始めたのは、昔戦があり、そのために流儀というものが実践されるようになり、武芸の存在が顕著になりました。この芸術は徳川の時代に活動の一つの型として呼ばれるようになり、教養と修練と道徳のために行われました。その目的として、日常哲学的な多くの礼節及び信者たちの精神的進化の昇華のために、一つの素晴らしい芸術として今日まで作り上げられてきました。現在ではその伝統は戦いのためのものでなく、本来のあるべき姿を取り戻すため起源に立ち戻り、それゆえに戦士にとっては現実と真実を見出すことが歩みとして一番大切なことで、そのために規律というものがあります。風の流の武芸は大力の距離を根源とした霊的な場所に達することが根幹となっています。それは実在についての理解に関して人道的な進化の探査の中にあります。武芸流儀の中の風の古流の足跡については、一つの競技だと考えることができます。小川自然界の流派の系統を引いています。風の流に精通した流儀の実践であり、また風の流儀川の部族の子孫であり、大力の哲学の定義に基づいて生まれた4つの部族の一つでもあります。4つの部族の村民は自然について精通していました。その時代の中で芸術は守られ、厳正な教本となりました。同様の形態の中、それらの部族の子孫たちの流派の中で語られた言葉は、その村民から生まれた古い方言であり、すなわち自然語であります。その方言は神々が伝えるものと信じられてきました。現在大変な勉強家たちは、カラステングがこのような言葉の教育の先駆者だったことを証拠立てることに努力しています。各々の学説の真実性を論証するために状況を示す神話が数多く存在します。